計画・設計段階で生成した 3D 建築モデルを活用し、グローブは素早く簡単に高品質な3次元 CG を作り出します。様々な演出で誰でも設計者の意図を的確に伝えるインパクトのあるプレゼンを行います。あらゆるプレゼンテーションや打ち合わせ、社内向けのデザインレビューに活用できます。それではグローブで外観 CG パースのレンダリングを行います。レンダリングタイプは用途に合わせて天空光やアンビエントオクルージョンなど最新のレンダリング機能を選択することができます。太陽光や日時などを設定しレンダリングを実行します。このように影の具合やデザインイメージなどを短時間で確認できます。グローブで作成した CG パースや図面はオプションソフト P-Style for Globe を使うことでワンタッチで様々なシーンの再現が可能になります。典型パーツの配置、色の変化、夜景、手書き風仕上げなど時間のかかる処理や表現の難しい演出もスピーディーに行うことができ、圧倒的な作業効率の向上とインパクトのある見せるプレゼンを実現します。グローブの説明に戻ります。グローブでは実現在のテクスチャーをモデルに貼り付けることができるため、よりリアルな具体的な完成イメージを提案できます。テクスチャーに限らず設備機器や家具なども実現在のデータが活用可能です。ご覧のように 3D 上に家具をダイレクトに配置して、専門知識のない方にとっても分かりやすく空間的なイメージをつかんでもらうことができます。この場で直接寸法線や引き出し線をダイレクトに入力できますので、打ち合わせの際などに 3D を見ながら様々な検討がスムーズに行えます。それでは内観 CG パースのレンダリングを行います。テクスチャーの素材感は自由に設定が可能です。窓ガラス面の質感や光の反射率、透過率などの表現を編集することができます。照明等の明るさを整え、レンダリングを実行します。いかがでしょうか。ご覧のようにリアルな内観カラーパースが作成できます。続いてオプションソフトアーキトレンドリアルウォーカーを使ったウォークスルーや動画作成をご紹介します。グローブで作成したモデルデータがダイレクトに連動し、高品質でリアルなウォークスルーや天候シミュレーション、部材の検討などがその場ですぐに行えます。変更箇所はこのように付箋機能やカタログ機能を使ってその場で簡単にメモができます。メモとパースを丸ごと画像保存し、打ち合わせの記録として残しておくこともできます。様々な動画ファイル形式への変換も可能で、 iPad 等で幅広い活用が可能です。以上でグローブのプレゼンテーション機能についての紹介を終わります。